岐島明治3年4月26日は、江戸幕府十三代将軍、徳川家貞の正室、厚姫月のお年寄り。名字は朝倉、名愛糸。父は、薩摩藩小川用人の朝倉孫十郎系のおり。母は、久保田藩士、阿比留軍吾の娘、民。藤田と名のり、島津一四川の娘で、この江田博広に嫁いだ岐姫月の上僚として、 共に、京都のこの絵庭で過ごした。開園3年三月二十九日に、行姫が亡くなると出家して、徳清新と合し忠広に仕えながら、行姫の母提を弔っていた。その後、薩摩藩主、島津成明の養女、厚姫を忠広の養女として、徳川家定に嫁がせることが決まり、行島と改名して厚姫付きとなり、大奥に入るまでの間は、 教育係などを受け持っていた。その後、この絵家の歌島王子交友の幼女として厚姫と共に大奥に入ったという。大奥では、江戸城と薩摩藩との情報連絡役としても活動し、西郷隆盛を通して、江戸藩邸の奥老女将の島と連絡を取り合い、将軍刑視問題や薩摩藩との連携の際に重要な役目を果たした。なお、 行島の家元は後に今王子市から島津市に変わっている。現時元年に体調を崩す。翌年までは大奥での所在を確認できる。後に大奥を引退するが、慶応四年大奥に戻って、母親戦争の際に、天正院の使者として、倒幕派の薩摩軍に交渉に出向き、江戸向け使い城にも尽力したとされる。 明治維新から2年後の明治3年4月26日に63歳で、東京にて死去。島津や菩提寺である大円寺に葬られた。なお、生島将昆妃は、弟が婚流し、鹿児島の朝倉家墓地にある。生島は、公家の幼女として、大奥入りしながらも、上老ではなくお年寄りの職についていた。上老は、例外もあるが、 基本的には権力を持たず、お年寄りが多くを取り仕切り、強い権力を持つため、それがゆえんであると考えられる。なお、奥女中文現帳の厚姫月女中の一覧には、生島の名は存在しない。代わりに、坪根というお年寄りの名が記されており、この坪根は今王子公勇に、ゆかりのある女中とされていることから、生島であろうと推定される。生島の羊。 生没年や埋葬地は従来不明とされてきたが、2008年、鹿児島市の塗装墓地にある、生島小根部を調査し、墓の国名から生没年などが判明した。なお、道母の国名に、生島とは別の生没年生、明治11年没も記されていたが、これは、小根比を混流した、生島の弟、朝倉影春の生没年と推定される。 ありがとうございます。